森の奥から堂々がのたりのたりと姿を現した。痛いよ、熱いよ、痛いよ、熱いよ。羽の先は焼け焦げ、血が滲んでいる。左足は引きずることしかできない。思わず駆け寄ったアリスと猫に堂々は怒鳴り声を上げた。近づくな、女王よりも恐ろしいやつ。この物語から出て行け。もっと傷ついて。